忘れ物をよくする人だった。おっちょこちょいで、お店始めたばかりの頃は発注ミスとか山のようでね。店長、そらさないで。今ここ大事な局面なんで。愛してるんだよ。じゃあ10時頃お店に来てくれるかな。いいとも。複雑な味、やっぱり君、僕が見えるんだ。電波系とか嫌なんだけど。君の体、欲しいもの。あいあい傘してた。ロッカちゃんの右側は僕の定位置だったのに。俺、生涯2番手でもいいんです。